男たちの熱き戦いが今始まる。人類最強の口のデカさを持つ男、お口デカ王。それに対するはバーガー1から10段。あ、もう全然余裕ですね。あの、僕地球上にもう一口で食べれないものとかないんで。ぶっちゃけ俺倒したいんだったら宇宙から食ってほしいですね。中段、いやいや、ザコスザコス。あいつ結局あいつ、あの、なんかタッパーあるだけで、なんか自分のこと中と勘違いしてると思うんで。あ、生きてるだけのクソっすね。あ、口っすか。本当でいいっすよ。最強の口と最強のバーガー軍団、勝つのはどっちだ。さあ、まもなく試合が始まろうとしています。試合の舞台はここ渋谷東口ビル10階ビットスターのスタジオ5です。実況は私、佐々木陽介と、解説はそこら辺にいた変なおっさんでお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の試合、変なおっさんはどう見ておりますか？今回バーガーのね、あたさで、若い頃にバックのバーガーのですよね。その時に、さあ、戦いの日々がきっと起こされました。最初のバーガーは一段バーガー選手。さあ、ここは取って、おーと、局長だけで一口で噛みついた。これはさすがの内田選手、勝利でございます。一瞬の隙を見せず一気に決めました。続いての対戦は二段バーガー選手。おっと、これも一気に距離を詰める。そして一気に掴み、さあ、これも一段バーガーと同じように一気に行くのか。一気に行きました。これはこれはさすがの二段バーガー選手も奥地デカオ選手の前にはひとたまりもありません。いやー、今のかぶりつき方、さすがに奥地デカオ選手見事でしたね。私もね、口に勝ったさっきがありましたね。サンダーバーガー選手も一気に行きました。これはもはや二段バーガー選手との違いはほぼありません。たかが肉が1枚増えたところで奥地デカオ選手にはものともしません。まさに風前のともしびといったところでしょう。いや、全然話にならないですね。俺には全然変わらないですね。ラウンド2。さあ、続いてラウンド2です。ここまでは奥地デカオ選手、余裕そのものです。奥地デカオ選手っていうかね、こうちょっと口大きいね。まあ、ちょっと黙っとけって。はい、止まりました。さあ、奥地デカオ選手、4段目選手に手を伸ばしました。ここは一気に噛みつくか、様子を見てるか。あー、おっと、開いた。そして一気に来ました。4段目選手、一気にやられました。ここまで全くもってきつさが垣間見えません。奥地デカオ選手、一体どれほど口が大きいのか。さあ、続いて5段目選手、様子を見ております。距離を慎重に詰めて、おっと、一気に詰めました。そして一気に取り、ここもまた行ってしまうのか。奥地が行った。奥地が行きました。これもまた一瞬で倒しました。なんということでしょう。この口のデカさを止められるやつはこの先出てくるのでしょうか。最後のバーガー側の選手、6段目選手です。こちらの6段目選手は今までで一番ウェイトが大きい。おっと、慎重に距離を詰めて、おっと、上の次、気を抜きました。さて、どうなのか。さすがにきついか、さすがにきついか、いったか、いったのか、いったー。お口でこう選手、6段目選手もものともせず一気に決めました。第2ラウンド完全制覇です。いや、まあ、余裕ですね。まあ基本的になんか肉増えてなんかウェイト上がってるみたいな感じかもしれないですけど、俺からしたらまあミラノ風ドリアみたいなもんですね。まあ、ここまでのやつら基本的に、ね、骨のないカスばっかだったんで、まあ、そろそろ骨の出てくるやつだとやれるんじゃないかなっていう、まあ、ちょっとだけワクワクしますね。はい、やかましさの中にあるクールさをね、表現していきたいですね。はい、ラウンド3。さあ、続いて第3ラウンド。ここまでのバーガー選手たちは打って変わって7、8、9、こちらのバーガー選手相当な強者です。さすがの奥地デカ選手も一筋縄ではいかないでしょう。ここまでね、奥地デカ選手大きい口を開けて食べてますけども、彼はね、関節の方がね、多分おそらく外れてると思います。毎回、はい、これガチですわ。なのでね、これはもう人技ではありませんので。ここで6段選手を一気に行きました。おっと、だが歯が上のバンズまでついていない。あ、だがここは押し込んでいった。かぶりつきました。おっと、さすがの7段選手、今までにないぐらい奥地デカオ選手の余裕を奪いました。さあ、続いて8段目選手、おっと、ここで帽子を取った。
いつも最近買ったハフのお気に入りのバケットハットを脱いだということは、これは本気でいくということなんでしょうか。一気に詰めていく。さあ、さすがに少し躊躇しているようにも見えますが、さあどうなんでしょう。奥地デカオ選手、帽子の跡がなかなか気になりますが、ちょっときつそうな顔をしている。これはさすがにきついか。このバーガーなかなかのダウン。ビッグマックにして約2倍。おっと、口を開けていきました。だがバンズメも、これもまた歯が取れていない。だが一気に押し込んで、だがここで、おっとっとっと、監督のストップが入りました。ストップが入りました。これはさすがに奥地デカオ選手なかなか厳しかったでしょうか。最近ね、奥地デカオ選手のね、新しい選手に引っ越しまして、で、先ほども鶏肉とブロッコリーと卵とブラッテンしか食べてないんですよ。だからもさっぱりしたものでね、やっぱり生きてるんでね、なかなかこうバーガーで脂っこいのはちょっとなかなかきついんじゃないかなというのはやっぱ思いました。年齢も26なんでね、ちょっとそういうのきついんじゃないかなと思いますね。さあ、奥地デカオ選手リングに戻りました。八代目選手なかなかの強敵です。奥地デカオ選手のこれまでの一番余裕を奪っている。さあ、ここで一気に詰めた。少し動きにキレが戻っているように感じます。さあ、八段目バーガー選手に行くのか、行くのか。さあ、ここは一気に行きました。なんか歯が届いているか、歯が届いているか、届いている、届いている。噛み切った。これは奥地デカオ選手、八段選手を一気に封じ込めました。なんという口のデカさだ。さあ、続いては第3ラウンド最後の強敵、9段目選手です。9段目選手はなかなかにデカい。一番最後のボス、10段目選手の一つ下のくらい、かなりのデカさだ。この厚さ、この厚さ、もうこれはもはや人間がかぶりつけるバーガーの息を超えている。だから奥地デカオ選手、行くか、行くか、行けるのか。8段目選手であそこまで行ったか、なかなか厳しいか、なかなか厳しいか。おっと、行くのか、行くのか、噛みついてる、噛みついてる。ここでレフェリーのカウントダウン、ワン、ツー。おっと、おっとっと、これは、これは、行きました。奥地デカオ選手9段目もクリアです。すごいですね。はい、まあ、やっと戦えるって感じですかね。まあ、バーガー界のメイウェザーみたいな感じだと思うんで、いい試合できると思います。ファイナルラウンド。さあ、いよいよやってまいりました、頂上決戦です。最後の一番の強敵、10段目選手、バーガー軍団の中のボス、チャンピオンでございます。ここまでの道のり、なかなか奥地デカオ選手きつかったでありましょうが、なんとかたどり着くことができました。9段目選手まではかなり余裕がなかった様子。ここで10段目選手どう出るのか、本当に勝敗が分かりません。これは勝つのどちらか、奥地かバーガーか、どちらなのだ。強敵に行きました、一気に行きました。そして添え木を抜き、10段目選手の姿を高骨な表情で見つめております。さあ、ここにたどり着くのにかなりの時間と体力を浪費している奥地デカオ選手、10段目選手をゆっくりと見つめて、しっかりと呼吸を整えております。一気に行くか、行くか、行くか。大きく口を開けてかぶりつきました。だが10段バーガー選手、10段バーガーがでかい、10段バーガーがでかい。これはいけるのか、さすがに無理か、どうだ、いいのか、いけるのか、いけるのか。だがなかなかバーガーが厚く、おっと、レベル1、あっと、勝負が決まってしまいました。奥地デカオ選手、10段目選手の肉厚ボディにやられ、ここで敗退ということで、優勝はバーガー代表10段選手。